えいとまんチャンネルテレビえいとまんチャンネルテレビはあやっぱ単語って難しいなあ間違えちゃったああ間違えとまたくそあ全然じゃん全然ダメじゃん結果ーおおえいと カイト、スマホで何してるの今ね、スマホでね、英単語やってたの。ほー、スマホで英単語ね。俺ほんとにね、英語の中でほんと単語が苦手でね、もう今、スマホで英単語やってたの。じゃあ俺がテストしてあげるわ。簡単なやつからいくね。ハローはハロー えわかんないのわかんない。日本語でなんて言うのハローはこんにちはでしょえ、そうだったのそうだよ。じゃあ次行くよ。フルーツは。フルーツえ、それもわかんないの全然わかんない。フルーツは果物でしょえ、そうなの そうだよ。こいつ絶対サイモンテリオスリーとかわかんないな。同時にって言うんでしょ <laughs> なんで難しい単語はわかるんだよ。だって今ね、スマホでね、難しい英単語やってるんだよ。難しいのって簡単な単語からやってよ。俺ね、難しい単語からやるのが好きなの。 なんでだよ。普通は簡単なところからでしょじゃあ、B 同士は ?B 同士 <laughs> まさか B 同士わかんないのわかんないよ。B 同士は、a む <laughs>、あ、いつ。なんで最後の is だけわかったんだよ。じゃあ、5W1H は ?5W1H? <知> <laughs> まさか 5W1H もわかんないのわかんないよ、そんなの。5W1H は、what, who, where, when, why, how。だからなんで最後の方だけわかるんだよ。<laughs> なんで笑ってんだよ。だってこれ。 全部、演技だもん。<laughs> 演技なんかい最後までご覧いただきありがとうございました。この上に、エイトマンチャンネルテレビがありますので、ぜひチャンネル登録をしてください。ここの下には、おすすめの動画がありますので、ぜひ見てください。高評価も、よろしくお願いします。それでは、またお会いいたしましょう。バイバイ。